ちょ前の親方見とったらすいません、これ先に言います。まず何言ってるかわからんし、主語がないんだよね、しゃべるの。あ、もういきなり。よし、よし。今回なんですけど、はいはい、あれですよ、コメントなんで職人やってみたいみたいな。ああ、多いですね。結構あるんですよ。最近見ます。で、その職人やってみたいって言っても、やっぱ先輩が怖いとか、焼き上がりの人が多いからね、ぶっちゃけ。あと、ブラック企業とか、産経とかさ、はい、汚い危険、臭い、そういうのとかあったりとか、まあ、なかなか飛び込めないみたいな人がおるんですけど、実際ね、ちょっともうこれ、本当にずっと職人やってるわけじゃん。そうですね。中卒から。そうですね。沼は、16から、はい、僕は18から職人で、もう11年で、3年、5年目か、はい、3年目か、はい、実際どうなの、職人の世界って。ぶっちゃけどうですか、はい、で、まあ、塗装、まずしてみたいっていう好奇心が湧かなかったです。最初、本当に、ね、ただ見とって、あ、でもな、汚れ、本当に一番汚れですよね。ね、天気がすごいし、もう顔にも飛ぶしってなったら、もう絶対。そうすごいですね、仕事しないとね。そこがあったもん で、最初はもう塗装はやらないって決めてて、うん、で、土木とかやってたんですけど、うん、でもやっぱ、うん、逆に塗装で建物綺麗に敷く仕事なもんで。なるほどね。そうですね、自分はそれさ、お前さ、はい、めちゃくちゃ綺麗な話。はい、もっとダークな。あー、ダークっすが。ダークなの。ちょ前の親方見とったらすいません、これ先に言います。ほんとすいません、めっちゃお世話になって。もうそのままって、もう8年ぐらいね、前の親方に。結構ご年配の方だったんですけど、もう育ててもらって、もうすいません、先に言ってきます。あ、もう謝りますね。でもめちゃくちゃガン。でも多分そのコメント欄にあるような、その職人をイメージした人、本当に。ああ、もうザ職人。ザ職人。聞いたら怒る。同じこと2回言わない。あ、で、見て覚えろ。そう、見て覚えろ。道具も取り上げられる。もう本当厳しい。でも現場では泣いたことないけど、もう家で枕で泣いたことない。いや、もうやめる。俺もうやめるみたいな。これ言っちゃあかんけど、道具が飛んでくるんですよ、違う場でやったら。本当に昔からの人とかですね。そうそう、本当にね、もう下から行って、おい、何々持ってこいって言われて、はい、その間違えたするじゃん。その何々って専門用語で分かんないですよ。ああ、最初の。どれどれどれみたいな、ね、聞いたら怒られるの分かってるもんね。でもちょっとこれかなって感じで持ってくの。これっすか、その「ちげえよバカ野郎」みたいな。それがからヒューッみたいな、飛んでくるみたいな。ありますね。とかね、あともう忘れ物をしちゃった、ランドリーピースで忘れ物をしちゃった、取りに行かなかった。もう そんなんしたらもうめちゃくちゃ怒られる。で、口も聞いてくれない。あれですね。でも休憩時間は優しいんだ、やっぱ。ああ、まだ仕事と違うですね。殴るまではなかったって信じたいけど。信じたいですね。そうそうそう、思い込みっすね、それは。そうそう、すっごい怖くてね、本当に。そのうちのその河合さんが、はいはい、今緑店の職長なんだけど、はい、職長の親方でもある。だから一緒に働いてたから。一緒ですよね。本当一緒に働いてたから。で、今ちょっとご引退されてるかもしれないけど、本当に厳しい。もうその人に聞いたらもう一番わかるけど、まず何言ってるかわからんし、主語がないんだよね、しゃべるの。あ、もういきなり要件だけ。そう。カズキ、なんとか、なんとか、みたいな。あ、待ってこい。で、取りに行くじゃん、上から。行っとる最中で、階段降りとる最中に、まだかみたいな。いや、今言われたばっかり。とにかく理不尽ですよ。職人って。せっかちみたいなんですね。本当に理不尽。まあ、僕の前の親方はね、そういうなんか先輩がいなかった。だっすね。てか、いたっていうか、その、それこそ今までいた会社で。いえ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 。吹き付けありますよね。吹き付けで、で、ホースがあって、まして瓦とか、もし塗る場合で、引っかかるんですよ、よく、屋根とか。それで引っかかった瞬間、わーいっつって、ちょっとでも引っかかったら、もう、手元でもう合図されて、引っかかっとるぞみたいな、つって。そうそうそう。でもなんかもう途中で吹き付けやめられて、あれ、もう誰か呼んでこいみたいな。もうそれ言われたら、はーいだよ。それだけってあります。もうそれが自分最初だったもんで、ねうん、最初の現場の仕事が、その吹き付けの手元だったんですよ。でも何していいかわからん。しかも滑るもんで。うん、でもしたら吹き付けとかなんかわからないですよ。見た、塗ってるとか吹いてるとか、もうそこ足ちょっとついたらまた言われ。そうだよ、ね。もうダブルパンチですね。うわーみたいな、ね。めっちゃ怖かったですね。あとなんかある、お前。暴力事件で怖かった思いとか。暴力事件。ああ、でも作業、あ、でも全然多分関係、人は関係ないですけど、うん、本当。で、なんか洗浄やっとって、やっぱああいうのって屋根とか
でやっとったら、うん、で結構電波発する、うん、アンテナとかあるんですよ、うん、あれで一回落ちてきて、うん、で一人まあ結構おじさんが洗っとって死んだ死んだ本当に、いやマジでね、これ使えるんですかこれ、やばい冗談本当にこれやばいですよマジで、もうそのまま平井氏が受けて、でもビリビリなっとって、でホースもつかめんすよ、でそのままで足場がその時なんか中途半端になっとって、そこに滑り落ちて、足場があったら引っ掛けがあるんですよ、ネットとかあったら引っ掛けて多分ちょっとまあ引っ掛かるとかってってかなったかもしれない、もうストーンって落ちちゃって、そうでもロープもうホースも引っ掛かってないもんで、スーンでもスーンっていって、でも落ちて、まあまあ、その後はご想像ですね、まあ、あとはご想像結構衝撃的な話でちょっとお前使もうこれやばいですね使えないってやばいですね、いや俺も一番これがどうなんでやばいですね、があったっすね、それだから自分見とったもんね、結果はねちょっと視聴者さんの想像に任せたけど、ね、結構衝撃的なやばいですあったっすね、それは使えんわやばいどうやったんすよ、原骨とかいうレベルじゃないもんな、もうそれはあれですね、どんだけ気をつけてても危ないことだったんで、もう本当にびっくりしたっすね、でまあ余韻に行っても、うん、はいなって、それがあったので、ね、もう やばかったですね、それちょっと話題変えようか、先輩はね俺逆に優しかった、親方がそんだけむちゃくちゃ親方やったもんで、はいはい、河合さん、ね、がめっちゃ優しかった、河合さんはどっちかって失敗して覚えるタイプやもんで、でもめちゃくちゃ失敗してきて、例えばあの足場がかかってます、隣の家が近いですけど、はい、トントンってってで真ん中に足場組んだの、はいはい、でそれ自分らの足場組んどったんやけど、その足場こうやって組んどって、うん、そのシートも張らんかったんだわ、はいはい、俺何を思ったか、そのお客さんの家こうやってあるじゃん、はいはい、で狭いなって、はいはい、何を思ったか俺隣の家に積むんだ、えこれ今やで言うけど、そこだけそうそうやばいっすね、そうもうやばいと思って、そしたらひさっさんも一緒に謝ってくれて、すいませんあいいよとか言って、結局すごい壁一面塗りました、あサービス俺のせいで、でも親方はもうわーって思ってたけど、どっちかというとスタッフさんは、河合さんは、いいじゃん、いいって入れる人やん、やるみたいな、どんどん失敗するみたいな、俺が一緒に謝ったりとか、いやもう俺もしてるわ、なんか自分の中で思ってた、そういう風にならなあかんなと思ってですね、今、大人にそっかーって一緒に謝れる人間になった方が下は伸びるなと思って、そうですね、不安が減るすごいね、そうだから親方が厳しかった分、河合さんがすごい優しかった、河合さんの株だけ上がっちゃった、あそう今上がってますね、まあ、怖い時もあるよ、ほんと先輩が怖いとかあった、先輩、まあったっすね、もうなんかヤンキー上がりとか、はいヤンキー上がり、ヤンキー上がり、いや、いますね、いないよね、いや、むしろ、ほんと、まともな人って言ってもあれですけど、全然もう何もわからない子が入ってくるのが珍しいっすね、そうやっぱり昔ながらやっとったら忍耐強いっていうのもあるもんで、なんか簡単に辞めないし、そうそう、でガチガチの縦社会で育ってるんですよ、ヤンキーとか不良とか、そういう子が結構多いけど、でもその反面めちゃくちゃ面倒見が良かったな、そうですね、あ自分もですね、面倒見もいいし、飲みに行ったらもう全然違う話して、 その時だけ唯一褒めてくれるみたいな、そうだよね、あるほんと飴とムチがムチ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 ちょっと飴のかけら、そうですね、飴のかけらポロンちっちゃい飴がめっちゃ甘い感じになる、ね、しみますね、ゴミゴミシャッて言われるよね、あ、これゴミかすね、常に言われるよね、稀にね、褒めてくれる瞬間がたまらん、たまらんですね、その時ね、何だろう、なんかあ認めてもらえたからさ、それありますね、それがすごい、なんかホッとするんだけど、今まで足引っ張っとるな、もっと俺やらなあかんなって気持ちからちょっと、そう、認めてくれたみたいなね、まあでも、職人やりたいっていう気持ちはすごいいいんで僕はもうやった方がいいと思う、なんって言ったって手に職がつく、そう、そこは本当に若い子でもありますね、そうもちろん、まあ腕があればお金もついてくるし、転職した時に例えば今桜島がいくらもらってますと、じゃあそれを職人欲しい会社に行けばそれ以上出しますよとか結構聞く話だもんで、はいはい、だから腕に金額がついてるし、ね、ありますね、独立しようともできるじゃん、まあそうですね、もう本当覚えて、うん、そうそう、一人でやってる方も多いんで、多いですね、そしたらもうね、お金も稼げるし、自分でスケジュール組めるもん で自分のしたいようにしたいようにっていうか、もう自分がやっぱこだわりが出てくるもんで、ね、やっとったら、うん、そこもこだわもうほんとこだわっていけるんで、そこは楽しいとこかもしれないですね、そうそうそう、サラリーマンはまだ違うよね、だから自分でスケジュール組んで今週は忙しいから来週ちょっと減らそうかなとか、そうですね、でも独立したら全然できるし、楽しいですね、楽しいよね、やっぱそういう夢が広がります、ね、広がるし、ずっと雇われておるよりは、そ
コミュニティやっぱ独立してなんぼとかもあるし ね、そこでやっぱ初めて認められて、ね、本当一人前の職人になれるみたいな感じなんで、うん、将来独立したいんだね。やっぱそれはあるですね、うん、自分の力でどこまで力試しはやっぱしたいもんで、だからそれもうちらだったら会社から応援してくれるんで、そうだよね、そういう会社やもんね。やべ、何が楽しい職人やっぱ職人やっとって、まあ、まず、うん、まあ、その本当仕事は、うん、まあ、きっちりやって、うん、からのやっぱちょっとした休憩にみんなで喋ったりとか、本当もうたわいない時間が楽しいですね、うん、でなんか本当に一人だけが頑張る仕事じゃないんだろうこういうのって。そうだね、でみんなチームワークだもんね。チームワークでやっていって、でみんなでやって、で本当 もし残業になってもその分だけみんな頑張ってしたら、まあ達成感みたいなのが出てくるですね。いいところもたくさんあるんですね。ぜひ職人やりたいと思う気持ちを大事にして今すぐ飛び込んだ方がいいですよ。早めに、ね、はい、本当に、まあ、高校中退していくとかは僕は賛成しないんで、高校中退、そう、学生だったら高校ちゃんと卒業して親の金なんで ね、 そうですね、そこだけちゃんと自分でけじめだけつけてからやりたいことやれば全然みんなも反対しないし、いいと思うんでぜひやってみてください。挑戦してみてください。はい、こんな俺でもできたよね。そうです、この人でもできたんだから。こんな俺でもできた。安定して、みんなのがしっかりしてる。あーってなってますね。納得ってね。はい、はい、長くなったかな。はい、長くなりましたね。はい、はい、じゃあ締めようか。はい、はい、じゃあ今回はちょっとそういう話でしたけど、はい、まあ、チャンネル登録とですね、いいね、ぜひお願いします。お願いします。はい、じゃあまた見てね。また見てね。また見てね。あおっと見てね。